踊れないです。僕は踊れないです。はい、ってことでついにこのねペンライトなるものを買ってしまったんですけど、これ公式のペンライトでちゃんとこうロゴが入っていて、棒のとこにもこの「ギサカ」って書いてるやつを、まあ、1本でも多分十分楽しめるんですけど、やっぱちょっと推し面が明るすぎて見えないね。まあ、ということで推し面が赤とピンクなんで、こうって振って楽しまないといけないそうなので、まあ2本で1人の色を表すっていうパターンもあるし、2本使わないとこうなんか曲の時にこうできないみたいなのもあるらしいので2本買いました。ペンとかのうちしみたいにあのおたげはできないんですけど、まあ、おいおいもしかしたらあの勝手にこうライブに行くたびに極まっていくかもしれません、その辺は。で、まあ、このペンライトは、まあ、結構毎回ライブとか握手会とかあるたびに売ってるんですけど、これですね、今着てるこの乃木坂のパーカー、後ろに見える、まあ、さっきも見えたと思うんですけど、こう46っていうのとフードのとこに乃木って書いてるんですけど、こちらは、4期生を見立て会の時に発売された新作になるのかな、だから12月 そのお見立て会の会場に行った方はもうすでに手に入れてるかもしれないですけど、ウェブでね、ウェブショップで買った方はやっと届いたのかなと思います。で、図形これ今 XL で一番大きいサイズ着てて、このサイズ感なんですけど、まあ、XL で L かなって感じなんで、女の人とかも着れるように S ぐらいからどんどんサイズがあるんですけど、まあがたいの大きい人、付け175cm ぐらいあるんですけど、まあ、それ以上の人はこの XL 買った方がこう丈ね、丈がちょうどいいのかなと思います。だから男性ファンの皆さん、まあぜひ参考にしてください。女性ファンのね皆さんも、まあまあ M ぐらいでいいんじゃないですか。 L だと多分大きいと思う、165cm、 5cm から170cm 前後ぐらい、女の人だったら多分 L は大きいと思うんで、まあ、M サイズぐらいでいいんじゃないでしょうか。もしかね、私の妹とかみたいに 150cm ぐらいしかない人は、まあ、S サイズとか買ったらちょうどいいんじゃないかなと思います。サイズ感は、まあ、そんな感じで、こう生地結構ね薄い感じなので、まあ、ライブの時ライブティーの上に着てこう、ま、前でもこうジャッと開けとけば、まあ、ライブ中も着れるんじゃないかなと。まあよっぽどの暑がりさんじゃない限りライブ中も着れるのかなと思います。だからなんかこう会場に行くときにこれとライブティーだけとかだと、あの2月のねバースデーライブは寒いと思うので、まあ上にもう1枚何か着るとかした方がいいんじゃないかなと思います。っていうような感じで2月22日乃木坂デビューの日にライブに行けるぞ。